こんにちは、サーヤです。今日はですね、セザンヌから新しく秋のコスメで発売されたカラーティントリップと、こちらは新色ですよね、ミックスカラーチーク04番のローズ系をレビューしていきたいと思います。でまずこっちから、秋っぽくてとっても可愛らしいカラーなんですけど、こちらが1つ680円になっていて4色入ってます。なので1色ずつ使ってもいいし、自分でね好みの色に調節して使ってもいいですよっていうタイプです。肌をね明るく見せ、艶めくグラデーションチークっていう風に書いてあります。パールが入ってるので、ちょっとツヤンとしたようなほっぺに見えます。そしてこちらのカラーティントリップなんですけど、今回ピンク系とレッド系の2色発売されて、どちらも秋っぽいねくすみ系のカラーなんですけど、これはですね、しっかり潤う滑らかティント発色ルージュで、セミマットなんだ。あんまりねセミマットな感じしなかったんだけど、ティントなので唇にね色が染まるタイプなんですけど、4種類の保湿成分も配合されていて、乾いた唇の上でもこうスルスルと塗れます。私もねさっき乾燥した唇の上から塗ったんですけど、すごいスルスル塗れました。高発色で肌に馴染む深みのあるカラーがしっかりと色づき、落ち着きのある大人っぽい印象へと見せてくれます。確かにね結構大人っぽいカラーではあるんですけど、かといって大人っぽすぎて使いにくいわけでも全然なくて、すごく可愛らしかったですね2つとも。そしたらまずはこちらチークの方からレビューしていきます。こんな感じの色味になってて、4色ねチークが入ってます。よく見るとねこうパールが入ってるのがわかるかなと思います。この4つの色を全部ねこう1個ずつ出してみるとこんな感じです。これがハイライトカラーに、ちょっと青みがかったピンク、コーラルっぽいピンクに、これがローズっぽいピンクですね。でちょっと1回全部混ぜてね出してみます。全部のカラーをくるくるくるっと混ぜるとこんな感じの色味です。ローズだけ見ると結構濃いんだけど、ハイライトのこういう白っぽいねカラーも入ってるので、全部ね混ぜると結構ふんわりとしたようなカラーになるかなと思います。全体を混ぜてホップにも乗せてきます。セザンヌのねチークはナチュラルチークは使ったことあるんですけど、4色入ってるやつは初めて使います。かわいい。やっぱりねパールが入ってる分ほっぺがねツヤンとして見えますね。ローズをちょっと多めに取ってでほっぺにのせたりとかするともうちょっとこう秋っぽさが出るかも。で発色もね結構いいですね。前のそのナチュラルチークの時にも思ったけど、セザンヌのチーク発色良くて粉っぽくなくてね、すごく可愛いです。こうつけすぎちゃった。レビューの時なんか毎回ねちょっと色味出そうと思ってつけすぎちゃうんだよね。ブラウン系でもねちょっと赤みがあるものだったりとか、ピンク系とかでもちょっとくすんだようなねカラーが秋っぽいなって思うんですけど、このローズのカラーがすごく秋っぽさを演出してくれますね。秋メイクにぴったりな可愛らしいチークだと思います。秋メイクにしない時でもローズの部分ね少し少なめに取ったりとかして、普段のねメイクにも使いやすいようなカラーだと思います。この白いところだけ取ったらハイライトにも使えそうだけど、入れてみます。今ここにちょっと入れたんですけど、白いところだけ取るとハイライトにも使えるので、かなり万能なチークですね。ブラシはねすごく柔らかいんですけど、この毛量がちょっと少ないので、たっぷりのせようと思うといつも私こう毛量が多いタイプのものを使ってるので、ちょっとね物足りなさ感じるんですけど、全然チクチクしなくて柔らかい毛質ですね。全然しっかり色は塗ります。ただ毛量はねもうちょっとあると嬉しいかなっていう感じですね。ティント付け比べていきます。ティント2色出てました。カラーティントリップ、セザンヌってさティントリップ出たの初めてじゃないですか。多分初めてだよね。ちょっと待って、急に不安になってきた。調べよう。やっぱりティントっていう名前のものは初めてですね。色落ちがしにくいとかはあるけど、ティントは初めてっぽい。まず01番の方から使っていこうかな。こちらがねピンク系です。秋っぽいちょっとくすんだピンクに見えます。おー、かなり発色いいですね。なんか私グロス系かと思ったら、どっちかというとルージュっていう感じかも。かなり発色良くて、しっかりとこう塗ります。かなり発色良くてびっくりした。そしたら今ね唇何にも塗ってないんですけど、この上に塗ってみます。はい、今01番塗ってみました。軽いつけ心地で全然ベタつかないです。一塗りでしっかり色が乗ります。保湿力が高いのかな。縦じわとかも気にならないですね。ほんのり大人っぽさもあるようなピンクかなって思いますね。てかこのチークとも相性がいいですね。ローズっぽいこのくすんだピンクがすごく可愛いです。そしたら一度リムーバーでオフしてきます。ティントなのでやっぱりほんのりね元々の唇の色にもちょっと色素が染まって、今ねしっかりオフしたんですけど、ちょっと赤っぽく見えてるかなと思うので、コンシーラーでね少しだけ色味を抑えていきます。次がですねこちら2番のレッド系です。これも結構くすみ系の赤ですよね。こういうカラー使ったことない気がする。出してみます。
はい、かなり赤っぽいけど深みのあるような赤ですね。うん、すごい大人っぽい感じ。やってみます。うん、すごい、さっきのピンクよりもまたさらに秋っぽいですね。うん、秋っぽいカラー、深みのあるカラーなんですけど、使いにくいカラーでもなくて結構可愛らしいカラーです。大人っぽいようなメイクにこうパキッと塗っても目立つなと思います。私ね、どっちも好き。全然ベタつかないし、とっても軽いつけ心地なんですけど、潤いがあるようなティントなので全然乾燥が気にならないですね。はい、そしたらこちらのリップ一度ティッシュで拭き取ってみたいと思います。いきます。ほい、こんな感じ。表面のね、液っぽい部分は今ね結構拭いたら取れたんですけど、しっかりこう染まってるので色自体は残ってますね。こんな感じで落ちてはいるんだけど、色はしっかり残ってます。もうつかない。というわけで全部使ってみたんですけど、こちらのチークは私好みのツヤ肌系のチークで、とっても肌綺麗に見せてくれるし、発色もねすごく良かったです。色がねこう調節できるっていうのはミックス系のチークのねいいところだなと思うんですけど、このチークも明るいカラーから少しこう濃いカラー、ちょっとくすんだ系のカラーが入ってるので調節して使えていいなって思います。で、今回のリップともすごく相性が良かったです。めちゃくちゃ可愛い、これ本当に。リップも最初はねちょっとくすみが強いなと思ったんですけど、実際塗ってみると確かにくすみ系の色ではあるんですけど、使いやすくってとっても可愛かったです。このチップの形もちょっとこう先が細くなってるんですけど、しっかりとこう唇にフィットしてくれてとっても塗りやすかったです。全然痛くもなかった。サラサラはちょっとインクっぽい感じだなと思ったんですけど、そのまま染み込んで乾燥していくタイプじゃなくて、しっかり唇もこう潤わせてくれて、なおかつベタつかず軽いつけ心地っていう感じのティントリップだったので、私すごく気に入りました。っていうか今回の新作どれも本当に良かったです。私今回ちょっと発売よりも早くゲットできたんですけど、9月23日が公式発売日みたいなのでね、もうちょっとまだ先なんですけど、気になった方ぜひね試してみてください。めちゃくちゃ良かったです。私さっきねちょっと中央にたっぷり塗りすぎてね、ハベニが ついたので、リップね気をつけてくださいなんか秋のねコスメも続々と出てきてね、お洋服もねこの間私も秋服買ったんですけど、9月入って一気になんか秋のな、皆さんね体調は崩さないように気をつけてください。秋といったら食欲の秋なのでね。今回はですね、セザンヌの新作コスメのレビューでした。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さやでした。バイバーイ。喋りすぎて喉がもうカラッカラ、めっちゃ痛い、なんだこれ。